やに？ん？やや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 やに？めちゃくちゃやに？どうもチャップです。アンラベル2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、白のヤーニーと黄色のヤーニー、バナナミルクヤーニーでね、皆さんに動画をお届けしていきたいと思います。それで、コメント欄ですね、ヤーニーやっぱ赤やろっていうコメント欄いただいてね、僕もそれめっちゃ思ったんですよ。やっぱヤーニー赤やなってめっちゃ思ったんやけど、色変えてもうた。いちごヤーニー。アップルヤーニーでもいいですね。よりも今回はもうバナナミルクヤーニーでお願いいたしますということで。それでね、前回このカエル起こしたでしょ？小さなカエルたちチャプター3よね。それでね、チャプター4をやってたんですが、秘宝なんですよ。チャプター4ね、見てください。これ入って5分か7分、もうほんまめっちゃ一番最初のところでね、録画ミスってですね、また撮り直してるという悲劇ですね。なんてごたばなごたということあるんですけどもね、そんな、ミスにも、ミスというか、事故にもめげずに、僕は夜のスイミングスクールで泳いでいきたいと思います。夏だ、スイミングだ、ダイエットだということでさ、頑張っていきましょうか。もうほんま、めちゃくちゃちょっとしか進んでなかったんでね、撮り直しになっても全然本当は痛くないですけどね。見ました、見ました。森の中やな、みたいなね、なんか森のプーさん、いそうやな、とか僕多分言うてました。言ってないかもしれん。はい、追いかけてますね、ティンカーベルをね。これが赤ヤーニーですね。頭が3本に分かれているトイストリー型のフォーキーは赤のヤーニーで、黄色のこのクロワッサンは青ヤーニーですね。本当はね、本当にあったヤーニーの色の話っていう感じでございますよ。まだここもね、僕知ってる。ここもやった。もうちょっとですよ。これね、まだ逃げてるんですよ。女性と男性が。このおじさんから。このおじさんね、皆さん、これいつも見てほら、ティンカーベル毎回どつかれてね、バラバラにされるっていうね。ほんで、この電気ショック、そう、ここまでね、やったんですよ。この謎解きがね、わけわかめすぎてね、ガチャ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 してたら、ね、録画ミスってるっていうね。でね、結局謎は解けてないんですけど、これをね、押したらね、ここがパッて上がるっていうのがわかったんですよ。だから、ね、これは間違いないんですよ。これ、あ、待て待て、まだ押したらあかんわ。これを、これ、あ、なんか手上げてる、手上げてるやん。クロワッサンくんが手上げてましたね。だから、これは多分、これで、こうやって押すことによって上に行くんやと思うんですよ。この子ね。この子を多分上に行かしてあげると思う。これで。あ、降りてきちゃった。多分ね。これでこうやって切り替えるでしょ。で、上に行けるんですよ。ただ、あっちの子をどうやって行かしてあげるかっていうのがわからん。あ、そうか、そうか。あ、でも押しとかなあかんのか。これわかんないでしょ。わかんないんですよ、これ。わかんないんだ。あ、でも、あ、わかったわかったわかった。これでこれでこれじゃない？これで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 、あ、オッケー。なるほどね。今、やっと解けた謎が。で、これでシューってひっついて、はい、ここで融合して、この離れフュージョンね。これフュージョンで電気ショックビリ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 ってなって、ティンカーベルが復活するわけなんですよ。これがやりたかった。あ、見つかってないんか？今見つかったかと思ったけど、よかったですね。結構、すんなり行きましたね。これめっちゃ迷いましたからね。もうなんなんわけわかめやん、みたいな感じ。だいぶね、IQ レベルが上がったんで、頭は良くなったと思うんですけれども、時間を割かれてしまうってやつですね。で、どこにプールがあんの？また全然森ですけど、あ、思いっきりなんかバチャーってなったけど、まあこれ結ぶっしょ。で、結んで、こっちもシューっていって、ここも結ぶんですよ。この結ぶスムースすんねん。で、これ絶対運ぶ、これ絶対運ぶやつですよ。間違いない。僕わかりますもん、これ。このパターンはね、ワンラベル1の時もあったんですよ。荷物を持っていくっていうね、あれ、待ち、ちゃんと乗ってなかった、ちゃんと乗って、ちょ。やーに、暴れた、あかんて、これちゃんとこっちまで持ってきて、ちょ、フュージョンしておきましょう。あれ、フュージョンできんのか？ん？あ、フュージョンは？あ、そうか、今結んでる状態が無理なんか。よし、これを運びましょう。この焦げたベーコンみたいなやつね。この焦げたベーコンを運んで、これ解除してですね、なんか左上に僕のプレイステーション 4ID が出てきて、ヘッドセットが接続解除されましたって出てくるんですよね。ヘッドセットコントローラーに繋いでませんけどね。これいつもバグるんです。ほんまに。直ってほしい、このバグ。コントローラーにヘッドセットなんか繋いでませんよってことで。待って。これ、あ、あれ、おもり無理か。え、じゃあ、またこれ、分裂か。分裂して自分の体重を利用して、ふっ、いいねー。ほんで、これで、ここにちょっと結んでおきましょうか。で、これ、シュッてて、シュッて。オッケー、完璧、完璧、完璧。ん？無理じゃね。あ、でもいけそう。あ、で、これで切り替えて、シューって上に行って、
レスキューして、レスキューして。あ、これ別にあれやな。そんなことしゃんでも一緒に行ったらいけそうですね。これも解除しといて、フュージョンして、一緒に行きましょう。はい。あ、ちょっとそっちちゃう、そっちちゃう。もうびっくりした。こっちじゃん。こっち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 よん。こっちに私は行きたかったんでーす。ということで、はい。ブランコ、ブランコ、バナナミルク。はい。ブランコ、ブランコ、バナナミルク。はい。ブランコ、ブランコ、バナナミルク。ほらほら、ミスター。あんま調子乗ってはいけませんね。普通にミス。はい、一個飛ばし。完璧でしたね。ん？なんかテントウムシみたいなの飛んでますけど、なんやろ？蝶々とかガーでしょうかね。で、この木の中を上に行って、キツツキとかおるんじゃない？この木の上行ける感じ、今めっちゃ評価高いですよ。素晴らしいと思ったもん、ほんまに。ゲーム的に100点。ヤーニーね、ワンラベルね、ワンの時からそうですけどね、もうすべていいですよ。ほんまにね、作った作者の方ね、すごいセンスを感じる天才という言葉を僕はお送りしたいんですよ。それだけは間違いない。あ、これ壁ジャンプね。これティンカーベルが教えてくれますからね。すごい優しい。そしてスムーズ。まさにね、やっぱバナナミルク色やからスムーズに行くんですよ。スムージーみたいな。よう言うてるしょうもないやつ。ちょっと待って。待って。なんか、あれやん。しょうもないこと言ってたら、右になんか光ってんのあるけど、もしかしてですよ、皆さん。もしかして、壁ジャンプで行くように見せかけたけど、こん中行って、通って、やっぱり、そんな気がしたここ落ちたらデスすんのか？そういうことでもないのか？あ、ここ行け、え？戻ってくれる？戻ってこられへんねんな。じゃあ、さっきのとこまでちょっとピーって戻りましょうか。お待たせいたしました。皆さん、戻ってきたした。噛んでもた。戻ってきたしたってどんやねんその髪型いうことあるけど、あ、ブロックが潰れたけど、オッケーオッケー、ググル、あ、なんか飛んでいった、ググル、あ、ほんでまたこの焦げたベーコン、このチャプター4は焦げたベーコンが、あ、なんかどんどん言ってない、大丈夫かな、この焦げたベーコンがポイントなんですね。で、これ、あ、重い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 、あ、焦げてたんか、重いと思ったら焦げてたで、これガーンってして、うおー、すごい、え、マジか、え、すごい、この、まさか想像以上やった、想像以上というか、想像してなかった、まさかそういうこけ方すんのかいというね、今のは感動しましたよ、不意をつかれましたね。で、下は何もないんですね。あの、思い出みたいなさ、キラキラ光るアイテムを見落としがちやからね、ほんまに。見落としがちなんですよ。これ、あ、これ、真上？これでいいのかな？これでいいのかな？はいはいはい、オッケー、グーグルと。で、ここ降りると見せかけて、ここに乗ると。うん、乗る意味はないでしょうね。こっち行こうか。でも、下になんかあるとかじゃないの？もう気になるんですけど、お、いける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 。ん？待って待って、え、そっちなん？え？これ降りていいの？嘘やん。そっち、こっちはなんなん、こっちは。そうそう、こっち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 。おほほほほほほ。ふい、はい、オッケー。こっちは何？ん？何もない。え、上から行くか下から行くかみたいな。あ、ん？上、ちゃうやん。そういうことちゃうやん。ここをシュッてジャンプして、で、シュッてやって、あ、てかここ壁ジャンプでシューって行くんちゃうか。ポポリー、ヘイホー、ポポリーゼ、ポポリーゼ。ポポリーゼって何や？で、これ、え、何これ？え、無理じゃない？普通に壁ジャンプ？シンプル壁ジャンプ？え？あ、こっち？もうね、どこがどこでどこでもドアやんってなるわけなんですよ、皆さん。これ下降りたら？うん。何もないな。ん？何もない？あー、何もないな。これ下降りてもうて大丈夫なんか？石押せるか？あ、ここ登れるやん。色違うから分かるやつ。登れ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 、登れ、登れます。ふい！オッケー、グーグル。で、こっち行ったらいいのかな？なんか上に行けと言わんばかりでもないけど。あ、ここに人隠れてますね。うん、なんか逃げてるんですよね。なんで逃げてんのか早く知りたいんですけど、まだ謎は深いなぁいうことで。え、これ何？これをこうやって、なんかこれをこうこうしろみたいな。ここをこうこうこう言ってますね。これ上持って、あー、いけるいけるいける。いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。んで、ほんで、こうして、うん、こうして、え、こうしてどうすんのこれ。これで、なんか、おもり待って、これ、ヤーニーで、押しつつ、ここでストップさせるとか、そういうこと？こういうことか？こういうこと？え、そうなん？わからんけど、うん、こんなことしちゃんでいいような気もする。まあでもいいか、これでいきましょうか。で、上登って、ここで、はい、フュージョンと。結構スムーズちゃいます？なかなかスムージーな気がする。ごめん、なんか舌とか気になるんだよな。なんかそういう、なんか、気になる病気みたいになってる。でもここ無理やな。これ無理やもんね。下行かなあかんのか？下から行くのか？あ、でも無理じゃね？え、結局無理じゃね？やっぱ上からか。あー、てか普通にこれヤーニーを分断するというこの作業か。このやり方を確実に忘れていた。なるほどね。いやー、ヤーニーめちゃくちゃ飛ぶん。ヤーニーはここに乗りましょう。はい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 、OK ですと。画面から切れた時は見にくい。お、いた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 、いけますよね。
さあ、バナナミルクコンビがね、順調ですよ。お、ムービー入っ、なんか拍手してたで、今。いや、急にムービー終わんのかい。急に動くやん。鳥見せられただけ。びっくりチャップーいうことなんですが、うん、いい感じちゃう？なんか湖っぽいのが裏っていうか、その奥に見えるんですけど、そろそろスイミングできる？ほんまにこのチャプター4の一番の醍醐味、スイミング。あ、スイミングできるやん。スイミング、ここ、なんかめちゃくちゃ吹っ飛んだ今の。すごい壁ジャンプやった。見た、クシャーンって。え、これ何？え、なんかどっか、ん、引っ付けるとこある？ん、これ何？これ、あ、引っ張れるやん、これ。あー、やばいやばい。あ、これドーン、あれ過ぎていったけど、意思はいけるけど僕は無理みたいな。意思はいけるけど僕は無理。え、これもか。これでも矢に潰れんじゃん。いや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 。はい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 。もう OK ですね。これ取ってですね、意思くるよって教えてくれてたんで、これ取ってすぐ上行くという、こういうことですね。はい、OK です。初見殺し並みの謎解きでしたね。でもまだスイミングできませんよ。夜のスイミング、なんでやろうな。でも確かにね、今まだ夕方スイミングなんですよね。夜スイミングではないんで、ここもうちょっと進んだら夜になってスイミングできるのかな。だいぶ暗くなってきましたもんね。で、上行けと。あ、すごいすごい、これ中見えんのね、ほんといいんですよね。マジでね、激アツなんですよ。これシュッてやって、シュッてやって、で、シュイーンってやって、で、シュイーン、届かないやんか。さあ、慎重に行きましょう。慎重にね。はい、こうやって。横着したらもうあかんかった。慎重に、慎重に、慎重に、慎重に。え、ちょっと待って、これやる意味あったんかな？え、上から行く意味あった？ここの船の段差登られへんかったんかな？わからへん。あれ、来た来た。あ、カエルまたおるぞ。カエルがぴょんぴょんしてる。カエルがほら、後ろにぴょんぴょんはしてない。もう全然、一回しかぴょんぴょんせへんかったね。で、今ちょっと一瞬スイミングっぽいことができまして、で、こっち行って、はいよー、ほいー、はい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 、あー、あ、やっぱり深すぎたら溺れんや、これやばい。え、あ、デスせえへん。あ、すごい、デスせえへん。デスせえへんけど、これ何？あ、泳いだらめっちゃ遅いですよ、みたいな。ワンやったらね、こう泳ぎすぎたらね、チーンってなってたんですよ。ヤニーってなってたんです。でも、え、なんか魚おるくね？魚。え？え？魚食べられた？あ、今食べられたかと思った。なんかブラックバスみたいなの言いましたね。っていうことは、夜のスイミングはなかなか命がけやねんな、ヤーニーからしたらな。水に落ちひんようにしましょう。遅いしね。シュッてやって、はい、あかんあかん、まあ、横着しかけた。あかん、ちょっと待って、短い、短いね。短いんや、わかったわかった。これしっかり長くして、よいしょー。オーマイガー、絶対に届かんパターン。木折るパターンやったんですね。上から行くんかと思ったら、それ無理だ。おお、魚やった今の。お、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ブラックバス怒ったんちゃう？やばいよ。ほら、なんか狙ってない、狙ってない。狙ってる、狙ってる、狙ってる。あ、やばいやばい、狙ってる。え？ヤニ？ん？いや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 、食べてくるやん、食べてくるやん。え？これ足場にすんちゃう？あ、そうや、あ、そうや、足場にすんねや。謎は解けた。で、ここ食べに来るでしょ。これ避けとかないとダメなんですね。で、ここ足場にするわけ。簡単な話ですやん。おいでおいで、はい、おいで、これでおいでよ、動物の森。余裕でございますと。魚を利用するヤーニー、ただのエリートかっていうことなんですが、で、今のがあれか、スイミング的な要素。あ、ここに、あ、え、これ折ったらあかんかったんじゃない？これ、いや、折ったらあかんかったんちゃうん、これ。うわーん、絶対折ったらあかんやつやん。これ折ったらあかんやつやったんやん。取られへん。さあ、皆さん戻ってきたわけなんですが、これこうやって押さえといたら折れへんのかな。あー、押さえといたら折れへんのか。よし、完璧完璧完璧。こういうことやったんですね。うんうん、ジャンプできへん。あ、じゃあいけたいけた。ジャンプできへんから何のことや思いましたけど、シュッと。あれ、でもこれ結局、あ、これが正規ルートやったのかな。なんかよくわかりませんけど、行きましたね。あれを取りたい欲が、買ってステージをうまいこと進めることができたというパティンかもしれません。ブラックバスさんはいますか？なんかいそうな感じする。あー、泳いでる、下泳いでる。おー、食べてくる食べてくる食べてくる。いただきます、ちゃんと言ってよ。おいしないで、ほんま。基本的になんか食べようとするけどさ、ほんまおいしないで。これブラックバスなん、なんか鮭っぽくない？え、な、何、鮭と違う魚が基本的に。ほんま、あ、待て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 、危ない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 、魚に見とれてる。うー、食べてくんね。ここにあったんですよ。今良かった、なんか目に映ったなと思ったら気づけてよかった。うー、あ、おる、あ、あ、気絶した気絶した。巨大、おー、いや、生き返るのかい、早いな、めちゃくちゃ復活早いないうこと。でもこれもうティンカーベルがここやよって言ってる感がすごいんで、クリアちゃいます。あ、今後ろで湖に飛び込んでましたね。
ここでもしかしたら人間の方々が遊んでたそういう思い出を今ね、思い出のマーニーしてたんかもしれません。僕はケイトの部屋に、でもあの人たちは思い出のマーニーしてたんかもしれん。もうようわかりませんけどね。あ、バーベキュー、ん？これ何？ポン、ここがへこむということは、これを、ん？これを何？こっちに引っ張って、え、引っ張られへんくない？え、どうすんの？え、こっちじゃないとあかんの？ん？無理じゃない？え、なに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 これ？え？なに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 ？なになにくん？なになにくん、なになにくん、なになにくん。おー、レンガが持ってきたぞ。おおおお、マジか。まさかのレンガが出てきましたね。おーおーおーおお、え？え？うん。それはいいね。どういうことなんこれ、これどういうことなんこれ、え、ただ単にこうやってやって上に運べますよっていうだけのバスケットなんや。あれ動かすとかじゃなかったんや。なんなんそれ。はめられちまったいうこと。え、でもこれドーン、あ、はい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 、オッケーオッケー、今ので理解した。シーソーアタックすんねや。シーソーや、なるほどね。シーソーしようぜって。え、ちょっと待って、これじゃないこれじゃないこれじゃない。たるんでる糸の方かと思いましたけど、違いましたね。これで乗りますね。オッケーオッケーオッケー、グーグル。で、ここでオッケーグーグルして、え、ドーンやから、この辺でいいんかな。これで、ドンキホーテーってすんのか。ドンドンドン、ドンキー、ドンキーホーテータイミングを合わせるっていうね。で、これ上上がって、ここの窓からこんにちはと、はい、ヤニが侵入しました。スパイダーマン、スパイダーマン、僕はスパイダーマンって、うん、これスパイダーマン、スパイダーマン、あ、ここ行けるんや、普通に。じゃあこれ普通にシュッてやって、シュッて、あ、待て待て、普通に登るだけで行けるっていうね、いらんことしようとしてた。でで、わかったわかったわかった。ほんで、こっち行って、ほんで、シューって降りて、で、ここに、はい、結んで、はい、結ぶ結ぶして、ほんで、結ぶ結ぶしたんで、で、ここにも結ぶ結ぶするんですね。で、これをこう、シューって持って行って、またあれやんか、シーソージャンプやん、シーソージャンプ。で、これ押して、ちょっと待って、いや、いやに乗ってるから押されへん。え、ちょっと、詰まってる、詰まってる、詰まってる。いや、いや、やばい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 、オープンね、バグったかと思った。詰まってもうたやん、いうことあったんですが、ん？で、何これ。これで何？これでシュッてやって糸取ったら、え、無理じゃね？あ、普通にここにこれやったやん。さあ皆さん、これで OK でしょう。これをこのね、焦げたベーコン、あとはこの線2つ分をこう乗り越えて乗り越えて乗り越えていけば、外に出れるっちゅうわけですね。完璧な作戦ですよ。これでシュッてやって、ほら見てください、このエレベーター方式ね。エレベーター、エスカレーター方式かな。 OK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  で、ヤーニーにちょっと戻ってきても、あー、もう糸がやばいよって言ってるよこれ。いや、もう糸がいらないんで、これ、え、糸いる？あれ、糸いるか？あれ、1個じゃ無理？乗れそうで乗れない。なんで？なんでなんだ？なるほどね。これは、これを落とすためだけのやつやったんや。なんか吸い込まれてた。なるほどね。ひらめきひらめきひらめきチャップ。で、外に出てきました。で、結構もう動画撮ったからそろそろあれやなと思うんですけど、おお、そこにいたんだね。こんにちは。フュージョン。はい。で、こっち行ったら、ここらへん、ん？なにこれ？これなんだい？ムービーかい？これ乗るのかい？このスワンボートみたいな。え？鳩か白鳥が寝てる？え？なんなんこれ？置き物っていうか、そういうおもちゃなんでしょうかね。いや、起きたやん。そうか、ケイトやから軽すぎて寝てたんですね。おお、渡り鳥みたいな。白鳥綺麗ですやん。パパ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 ー言うておりましたよ。で、ムービー見てますね。なんか大きくなった2人とも、それとも別人になってる。むしろどっちとも女性？男性と女性と思ってたけど、どっちとも女性説あります？まあ、よくわからんけどね。なんか、しかもクリアできたかもしれん。あー、クリアできましたね。すごい。一本の動画でワンパート全部いきましたやん。シンプルに。なかなかスマートに、スムーズに進んだんかな。でも動画時間取りすぎてるような気がするんでね。噛むぐらいにね。動画時間長かったら皆さん申し訳ございませんっていうことだけお伝えしておきましょう。はい、灯台に戻ってきました。なんでね、最後にいつも終わりに見る写真の画像を見て、バイバイキンしましょうか。
はい、到着しました。ダダダダダッサ、バナナミルクコンビにはね、ゆっくりしていきましょう。ちょっと噛みかけましたけどね。イエーイ、絵が整いました。そう、左上ね、いっちゃん左上の絵も新しいんですけども、その録画ミスした一瞬のうちにゲットしてたっていう絵ですね。で、3階もあんねや。へえ、だんだん上に登っていくんですね。そうか、ここ灯台やから上にめちゃくちゃあるっていう、そういうわけなんですね。なるほど、なるほど、なるほどなー、言うて。はい。で、OK です。はい、これガッシャーン。上へ参ります。そして、絵を見て終わりにいたしましょう。はい。見られへんぞ。フュージョンしてないからか。OK。で、どの絵からや？この絵じゃないな。この絵じゃないぞ。この絵。え、待て待て待て、ちゃ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 。待て待て待て、これ3階に来てない？これ3階に来たら飽きませんやん。そうやん。普通に2階におったんやん。1階におると思ってた今。どれやったっけな？どこまで見たっけ？あ、これやな。うん。で、これ何？なんか見てんねや。あ、海で、川辺で遊んでんなーって監視されてるんですね。そして、泳いだり潜ったりして遊んでましたと。そして、羽ばたいていったと。レッドブル、翼を授けるっていう感じの絵ですね。まあ、とりあえず逃げて湖で好き勝手遊んでるという、めちゃくちゃいい、なんか平和な日常を取り戻したみたいな感じかもしれません。ね、ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。